下竜巻で解説してるからショートは解説してるから後でちゃんとショート読みっていうまで解説してるから、ま、全部読めていいだろ。おっとなんかこれも闇っぽい対決だがこれちょっと個人的にはショーンのボールが結構機能すると思ってるんですけど攻め攻めですね。おめぐり中継ラッシュでアピカスが、ちなみにパチカスショーンなんですけどこれよくやるんですけど開幕のボール当ててくるのうまいんですよあいつ。あれ完全運ですよね。いや操作できるんで。え操作できるんですか。できるんですよあいつ上手いんですよ。どうやるんですか。いやレバーでレバー前入れっぱするともうすげえホームランするし。あ絶対投げるんですか。絶対投げます。ボールは絶対投げて投げてそれが当たるかどうかをコントロールできるんですけど、結構むずいんですよ。あの知らなかった。軌道が一定ではないので。あーだからなんか変な方向に投げてるのはレバーの入れ方が甘いってことですね。甘いってことです。なるほど。やり込み、はい、やっぱねなかなかやり込んでるんですよ。そんなの聞いちまったらもうショーン使うしかないじゃないですかこの後もう今日この後はこの後ショーンしか使わないですよもうどうしようこれ多分 KO ショーンはいやもう10段あったよ。KO ショーン、KO アレックス、KO オールは10段のでこっから、初心者こっから通さないですさあ、そんなパチカスショーンですが2試合目はちょっと押され気味。さあこれショーンね、ショーンの闇が来ましたね。ジャンプ攻撃が全部中脳削りなんで繋がんないんですよね。ジャンプ攻撃中脳削りのくせに地上の通常の方が遅いっていう本当闇キャラなんで地上の通常技もあれじゃないですか中じゃないですか。あそうなんですか。はい中脳削りなんですか。あの膝以外へえ。ダイパンもダイパンとかしゃがみダイパンとかガードされたらマイナス10ぐらいあったっぽいですあ確かに何でも確定しますよあのショーンのしゃがみ台キック、アレックスのしゃがみ台キックより好き長いですかね。一流長いんですよ。おお、体育弱小流がすごい。膝だけはガチに強いんですよ。膝だけはガチですね。あ、ほん膝だけはガチ。膝だけは。膝ガードさせてプラ2でダメージ145ってヒット確認できるから。そこだけは。確かにありましたね。ガードされてプラスの大攻撃。大攻撃ありましたよ。ショーンの膝ですよ。でヒット確認できちゃうんですよ。でダメージが確か波動バーストぐらいあるんですよね。波動バースト155とかでしたっけ。波動バーストのダメージは全然わかんないですけど剣の一文字ぐらいありますね剣の一文字一応130ぐらいなんで膝より減ってないっすそれ200はないっす。絶対ないっす。はあ、アドバスト、アドバストと膝はあの同じぐらいなんですよ。いやちょ本当にそんな変の嘘でしょ。いやもしかしてショーン強いんじゃないですか。そんな減ったら強いんじゃないですかね。あこれは当たるんですよ。これパチカスの得意技です。おなんか個人的にはその、あのショーンの前転って投げ避けるじゃないですか、はい、あれ投げ避けるんですか、はい、どんどん投げ目からかは知らないですけど投げ無敵なんですよ。どんどんショーンの評価上がってくじゃないですか。でもなんかその通常投げの無敵中には硬直が切れないので